ももちゃんの好きな人当ててあげよっか。え、ももちゃんは当時が森くん好きでしょ。違う、全然違う。やばい、サイに当時が好きって知られたら絶対当時のこと欲しがるに決まってる。本当に違うから。だって私の好きな人はあの人だから。え、4組のお返し帰り。うん、そう。なんだ、ももちゃんめっちゃベタじゃん。ベタベタもじゃん。だってイケメンでしょ。まあそうだけど。はあ、よかった、ギリギリセーフ。サバイバルが1位。いいんだぞ。何なのさ。え、ビーチ。は、ビーチ。私らの帰りもてあそんでんじゃねえ。今度帰りに近づいたらなんか顎とかめっちゃくちゃにするから。足どけて。は、どけろ。帰りなんて好きでもなんでもない。はあ、好きじゃないならなんで帰りとキスしたんだよ。はあ、得意の遊びかよ。ビーチ。お前が運命の人だって言い待ってんぞ。キスはダメ。もしかしてこういう荒いプレイ好き？よし、だったら俺頑張る。さあさあさあ、こい。どういうこと？は？私たちが運命？誰がいつどこであんたとキスなんかしたの？あれ？全然覚えてくれてないんだ。1年前、白波海が溺れてたの。ももちゃんが助けてくれて。は？初キスは塩の味でした。あんたの言ってるキスって人工呼吸のこと？俺の肺がももちゃんの吐息で満たされて、もう一生呼吸しないでおこうかなって思ったもん。いや死ぬし、助けた意味ないし。だからももちゃんを見かけた時びっくりした。これ運命でしょ。マシェリー、あ、盛り上がってるとこすごい悪いんだけど、私してない。人工呼吸したの、ライフセーバーのお兄さん。はい？コミ、そんな感じで長かったよ。うん、こんな感じでロン毛だった、そのお兄さん。こんな感じの茶髪でいい匂いしたよ。こんな感じの茶髪でいい匂いもしたんじゃない？
最悪の勘違い。ていうかあんた言いふらしてんでしょ。どうしてくれんのよ。責任取って何が何でもこれ以上噂が広まらないようにして。それ一つしかないよ。じゃあそれ今すぐやって。したよ。噂が広まらないようにするには噂を本当のことにすればいい。何してくれてんのよ。初めてのキスは当時とって中学の時から決めてたのに。大丈夫？ただの盲腸だから。でもいきなりだったから心配した。みんなから。これ全員？うん。ももちゃんだけ拒否られた。え？帰りと出たっから。1分もあれば書けるのにね。当時の居場所が知りたければおとなしくしろ。岡安、当時の居場所ってどういうこと？当時は盲腸で入院してるんだって。え？どうしたの？お見舞い行くでしょ。当時は私になんか来てもらいたくない。なんで？心配なんでしょ。だったら行くべきだよ。でも当時は。桃ちゃん、誰かを思う気持ちは我慢しなくていいんだよ。どうもご利用ありがとうございます。岡安タクシーです。は？今日はどちらまで？藤沢中央病院。かしこまりました。壁に貼っとくね。ありがとう。デートしまして。大丈夫か？大丈夫なんかじゃないよ。この抱き抱き止めて。当時あだち。今週の土曜、誕生日だよな。え？うん、覚えててくれたの？
うちで酔わないか。当時の家で。親仕事でいないからそんな気使わなくてもいいし。当時と二人っきり。はい。おい、なんだい。さえちゃん。なんで。なんで私の方が超絶可愛くて有名人なのに、なんであの女の方が幸せそうなの。許せない。ちょ、さえちゃん白目になってるよ。さえちゃん白目見てよ。飛び込んだの。俺の宝物。こんなのいつでも作ってあげるのに。やっぱり俺ももちゃんが大好きなんだ。いっぱい傷ついたけど、いっぱい迷ったけど、やっと本当の気持ちに気づいた。カイリは私が幸せにしなきゃダメなんだって。私が幸せにしたい。する。最高。俺今が一番幸せだよ。私も。あ、じゃあ二人の幸せ祝いにケーキ作ってよ。もちろん。あの LINE のスタンプみたいなのがいいな。 LINE？ 何それ。こんなの俺送ってないけど、この時間携帯電池切れてたし。ていうかももちゃんが LINE くれたんだよね。白波で待ってるって。は？私そんなの送って。まさか。こんなのできるのって。どいつもこいつもバカバカ。Fair.